しいものを、まあ、貴重なものを本当にいただきまして本当にまあ、その後も、まあ、とりあえず図書館等で、まあ、ちょっとこう展示したいなというのを思いますし、まあ、来年には7月に私交流会なんかできるんで、はい、まあ、そういうところも使いながらその郷土の理解のところで、まあ、こういう、こう郷土に入院の方がいらっしゃるということを、まあ、その方に広く伝えたいと思いますし、まあ、まずあとスポーツ関係でも野球でなかなかこうアピールできると思ってしなかったんで、大変恐縮してますので、もともと裏の人だったもんですから、まあ、歴史的にこの業界にいたのは長かったというところが一番だと思うんですけども、まあ、なんか子どもたちの励みになればなというふうに思います。で、一人でも喜んでくれる方がいらっしゃれば、まあ、家族としては、思うんですけど。